どうも、レゴラジです。皆様に謝っておきたいことがあります。これまで、口には出しませんでしたが、モンキーキッドなんて流行んねえし、と思っていました。でもね、最高じゃねえか。めっちゃかっこいいです。で、一個だけでは収まらず3使ってしまいました。これはやばい傾向です。止まらなくなるパターンです。ただ、ミニフィグの種類がまだ少ないので今後に期待ですね。よろしくお願いします。ということで、今回はこちら、モンキーキッドのドローンバイクです。本当は、買うつもりがなかったシリーズです。前回のマイクラを買った時に、キャンペーンの金額まで、ちょっと足りなかったので、試しに買ってみました。そしたら、素晴らしいじゃないですか。正直、売り場でゴリ押しされてるのを見て心を動かされました。あんなに大量に並んでいたら、レゴラジ買っちゃいますよ。これはもう、レゴ社の戦略に乗っかってやるしかないですね。ということで、今回は荷袋に説明書1冊。シール1枚。やはり小型セットなので、カタログはなしですね。価格設定については、何とも言えない感じでした。それでは本日もよろしくお願いいたします。スピードラックス。クモロボ。完成です。続きまして、袋2の組み立てです。いよいよモンキーキッドの登場ですね。ちょっとドキドキしますね。モンキーキッド、それではごゆっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。こちらが最近噂のモンキーキッドでございます。もっとやんちゃな顔かと思いましたが、結構普通ですね、わら。この良い棒回しはコマ取り用ですね。やってみようかな。長いので、ブロックに乗せてやる感じかな。後ろの顔の方がいいかも。ぐいちゃん。後ろのポッチはこんな感じにできます。この雲が敵か味方かは知りません。スピンドラックス。
妖怪の類でしょうか。こっちの方がかっこいい。そうだ、クモのマークがあるからクモのロボはこいつの仲間だな。この子ね。パッケージの裏を見るとルイちゃんが追いかけられてる。ってことはこれはクモに捕まったってことか。面白いじゃないか。ここで製品説明のお時間です。こちらの製品は2021年3月発売、203ピースでミニフィグは3体付き、200ピースの小型セットですが、これだけのボリュームは素晴らしい。だいたい3000円くらいで購入可能です。アニメ放送があるシリーズなのでレゴストア以外でも購入可能。これは売れるでしょうね。間違いなく売れる。レゴラジも買う。急にマリオカートみたいになった。それでは皆さんお待ちかね、ミサイル発射のお時間です。スピードラックスのバイクにはスタッドシューター付き。モンキーキッドのバイクにはディスクシューター付きです。これがすごい、当てやすいです。これいいでしょ？おすすめです。ということで今回は、食わず嫌いは良くない、でした。ご視聴ありがとうございました。